今回は三船美佳さんの本性が明らかになる情報が出てきたのでご紹介します。高橋ジョージさんのモラハラ疑惑は裁判で立証されず、実は旦那を ATM 扱いしていたことが噂されている三船美佳さん、調べてみるとどうやら母親の北川美佳さんもかなりの悪女だったらしく、なぜ三船美佳さんがクズ悪女のレッテルを貼られてしまったのか、この記事で詳しくまとめていきます。現在2児の母親として活動している三船美佳さん、今後の活躍が期待されますが、彼女のことで真っ先に思い浮かぶのは高橋ジョージさんとの泥沼離婚騒動ですよね。三船美佳さんと元夫である高橋ジョージさんが結婚したのは、お互い一目惚れからが交際のきっかけだったみたいです。どうやら三船美佳さんのお母さんで元女優の北川美佳さんがトラブリューのファンということらしく、それがきっかけで楽屋に挨拶に行ったことが始まりだったようですね。最初は母親である北川美佳さん自身が高橋ジョージさんから交際を申し込まれたと勘違いした話がありましたが、年齢的には確かに不思議ではないですよ。当時高橋ジョージ38歳で三船美佳14歳ですから、犯罪ですよね。元女優であり母親でもある北川美佳さんの美貌からも三船美佳さんが母親父の美人がわかりますよね。北川美佳さんは CM モデルとして芸能界デビューしましたが、転機が訪れたのは三船敏郎さんとの出会いになります。三船プロで映画赤毛で三船敏郎さんと共演して急接近します。写真で見ても渋い男性で色男と呼ばれても不思議ではないですよね。しかし当時三船敏郎さんは吉峰幸子さんと結婚している状態です。離婚も成立していない状態で、北川美佳さんは1982年に三船敏郎さんとの子供である三船美佳さんを出産します。不倫相手の娘として三船美佳さんは生まれており、生前は認知されることはありませんでした。しかし認知は三船敏郎さんが死去した後に遺言という形で認知されることになったのです。いきなり隠し子が遺言認知されて相続を取られることがあります。不倫された挙句にいきなり隠し子から遺産分割を言われたら、残された家族は悲しみ以上の感情が出てきますよね。さて遺言認知によって急遽三船敏郎さんの子供として名前が挙がった三船美佳さん、ここから彼女の悪女っぷりが爆発していきます。まず悪女として噂になっているのが三船美佳さんの借金に関してです。三船美佳さんの借金とは認知した父三船敏郎さんの残した借金と言われています。自分の借金じゃないのなら仕方ないんじゃないと著者も思ったのですが、ここで注目しておくべきなのは三船敏郎さんの離婚問題です。どうも三船敏郎さんが認知症になって介護が必要になった時、北川美佳さんは介護を拒否しています。介護老人ホームから引き取って亡くなるまで世話をしたのは三船敏郎さんの本妻らしく、しかもこの本妻こそが三船敏郎さんの借金を完済しなくなったようなんです。さて三船敏郎さんが亡くなった時に初めて我が子として三船美佳さんは認知されたのに、そんな時に借金を相続するでしょうか。もちろん不倫相手で愛人の子供である三船美佳さんでも相続の権利はあります。三船敏郎さんの良い時にはそばにいて介護が必要になると拒否する人が借金を肩代わりなんて可能性がないと思います。しかしやはり三船美佳さんは父親の借金遺産を相続し、高橋ジョージさんが借金を肩代わりして三船美佳さんを支えていたのだということが明らかになりました。実は高橋ジョージさんは三船美佳さんと離婚するまでの16年間、三船美佳さんの父親である三船敏郎さんが作った
巨額な借家をすべて肩代わりしていたということが明らかになりました。父親が死去した後、三船美香さんが親の借金を相続したのですが、高橋ジョージさんはロードの印税で稼いだ16億円で全て完済し終えたみたいです。そして三船美香さんが高橋ジョージさんと別居する前に、パパの役目が終わった、ご苦労様って言いたいと笑いながら話していたなんて話もあるようです。借金返済したから用済みってことですかね。高橋ジョージさんが混乱してしまうのも無理はないのかもしれません。もう良きおしどり夫婦としては再婚しても無理だと誰もが思うはずです。三船美香さん自身が借金を作った事実ははっきりと出ていませんが、三船敏郎さん自身には借金の事実があります。三船美香さんの母親の北川美香さんは、三船敏郎さんの資産を自分名義に変更し、縁関係にあった彼が看病が必要になった際に施設に入れて関係を解消するという悪女っぷりを発揮、金銭、知名度目的の強奪女と罵られてクズと認定されても仕方がないのかもしれません。その借金騒動に関しては三船敏郎さん自身が残した資産がどれほどのものなのか、三船敏郎さんの借金は本妻が完済しているなど情報が様々出ており、高橋ジョージさんを借金返済の ATM として利用したのかはっきりとしていません。ただ金銭目的で北川美香さんが内縁関係を解消して切り捨てたところから、もしかしたら借金は母親が持っているのかもしれないとメディアで情報が出たのかも。遺産相続資産とイメージが結びつきやすいですが、必ずしも残るものがプラスではなくマイナスがあります。三船敏郎さんの遺産相続が借金だったのも、高橋ジョージさんが三船美香さんを妻にしたからには支えるために肩代わりしたと言っても過言ではないかもしれませんね。かなりのおしどり夫婦として有名だったのですが、実際は仮面夫婦だったのかと思うと本当にいろいろと怖いです。北川美香さんの娘である三船美香さんも自身の人生を利用して高橋ジョージさんを利用したと言われるのも納得です。怖いな、女って玉の腰狙うって聞くけどえげつないわ。ただ三船敏郎さんの名義変更も婚姻関係がないので本人の承認が必要になり、ネットなどでは勝手に言った言われていますが、実際行うのは法律上難しいことです。情報がいろいろ出ており、実際寝取った女として評判が元から悪い状態だから余計話に拍車がかかったのかもしれません。三船美香さんといえば高橋ジョージさんとの離婚協議問題が話題になりました。実際メディアでもおしどり夫婦として放送されたのが、真実であれば娘の出産にスケジュールを空けて付き添い、奥さんである三船美香さんのフォローを献身にしていました。そんな中、三船美香さんが高橋ジョージさんに対してモラハラを理由にいきなり離婚を突きつけたみたいです。高橋ジョージさんからしたら娘にも妻にも会えない寂しい生活を送ることになりますよね。娘や義母の北川美香さんとも関係は良好と、問題が浮き彫りになることはなかっただけに、高橋ジョージさんが混乱していたのは当時の放送でもわかります。高橋ジョージさんと三船美香さんの離婚騒動時の年齢を考えると、母親である北川美香さんが内縁関係の夫を捨てた頃合いと同じですよね。夫の老いを疎ましく思ったのか、介護をしたくないと思ったのかどうかはわかりませんが、周囲の人たちもモラハラが虚偽だとなった今がっかりしているみたいです。ただ三船美香さんがクズと言われた事実は別に出てきていて、離婚当初でなく途中から財産分与を求めてイメージダウンしたこと、実際になかったかもしれないモラハラをでっち上げて離婚したことのあたりから、彼女がクズと言われるようになったのでしょう。
三船美香さんは3億円の大豪邸のローンを高橋ジョージさんと40万ずつで2人で80万ずつ返済していたみたいです。その後離婚の際は財産分与なしとして一度は三船美香さんも納得したはずですが、娘との面会を条件にしたのを高橋ジョージさんに飲ませるために出したとみたい。誰に吹き込まれたのか財産分与を訴えてきたみたいなんです。一体誰に入れ知恵されたのでしょうか。周囲の声に言われたとありましたが、周囲の声とは一体誰でしょうか。いろいろと疑問が出てきますよね。三船美香さんを担当した弁護士が日本弁護士連合会元副会長のラツワン弁護士と言われています。この件から今まで三船美香さんが不利と言われる裁判でしたが、一気に高橋ジョージさんが形勢逆転で不利になると報道されました。また三船美香さんもこの裁判に向けて関西ローカルの報道番組キャストに出演した際、本当にできるだけ早く、また一番いい形で、そういう日を迎えられたらいいとはっきりと発言していたことからも力の入れようがわかりますよね。しかしこの当時からファンからはテレビでの三船美香さんの勇ましい発言内容を受けて、本当にモラハラにあった被害妻なのだろうかと疑問が浮上していたようです。当時若くして結婚していた三船美香さんから遊び盛りの子が家庭に入ったのも正直遊べず自由になりたくて爆発してしまったのかなんて声も上がっていましたしね。